ジョシア・レノルズによる、肖像画、1758年。第二代ポートモア伯爵、チャールズ・コリアーは、グレートブリテン王国の貴族、政治家。1729年から1730年まで、ミルジントン死爵の儀礼称号を使用した。初代ポートモア伯爵、デイビッド・コリアーとドーチェスター女伯爵、キャサリン・セットリーの息子として、1700年8月27日に、 生まれた。1719年、ウェールズ公夫人、キャロラインのページオブオーナーを務めた。1726年2月にウィカム選挙区の北欠選挙で当選したが、これはウィカム市長が違法な手段を用いたためであり、庶民院で選挙無効が宣告された。3月の再選挙でも当選したが、今度はウィカム市長がニューゲート監獄に投獄され、 対立候補のハリー・ウォーラーの当選が宣告された。続く1727年イギリス総選挙では、アンドーバー選挙区から出馬して、当選、1729年に王室費の地対金に関する議決で政府を支持した。1730年1月2日に、父が死去すると、ポートモア伯爵位を継承した。1731年のウィーン条約に基づき、 1732年2月にスペインのカルロス王子がパルマ・ピアチェンツァ広告を正式に領有するとき、ポートモア伯爵はイギリス代表として派遣された。同1732年6月2日に死する勲章を授与され、1734年から1747年までスコットランド貴族代表議員を務めた。1739年にステゴ養育院が、 創設された時理事の一人を務めた。1785年7月5日に、アッパーハーレーストリートで死去、次男ウィリアム・チャールズが借位を継承した。1732年10月7日、ジュリアナ・ヘレと結婚、に男二女を設けた。ありがとうございます。